明日へののろしを上げるラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長の万保八代です。秘書の浜崎美代です。この番組では毎回特別講師としてホットなエンターテイナーをお招きし、働く社会人の刺激になるような週末の提案をさせていただきます。さあまずはこちらから、スカイロケットカンパニー社会人週末意識調査。毎日働く皆さんの実態を調査するアンケートを実施。今回はこちら、仕事で私にできることはありませんかと聞いたことありますか。選択肢はあるないということでございますけども、秘書はあります？ありますね。でも正義感じゃなくて早く帰りたい時に言ったことあります。わかるわかるわかるこうある条件を満たさないと帰れないからこそ、はい、あーなんかやることありますとかね、あそれはあるね、あそうあるわ、じゃあ俺もさあということで、一体どんな結果になったのか、アンケート結果がこちら。仕事で私にできることはありませんかと聞いたことありますか。ある 75% ない 25%。 おー、親切心半分でも自分の帰りたいとかね、うん、確かにねあとはなんかこうなんかやっぱり何かしらの自分の欲が絡んでみたいな人がもしかしたらこれ 50% ぐらいいるかもしれませんけども、うん、でもある方が4人に3人 75% 多いですね。私にできることはありませんか、なんかいい言葉ですね。私にできることありませんか、うん、なんかこう言えば言うほどいい感じですけど、男性だとね 67% なんですけど、なんと女性は 89%、 あ約9割の方が、でもこれはいろんなシチュエーションがあって、もしかしたら女性だからということで、こう何かね少し蚊帳の外じゃないけど、男だけでやってて女性からしたらちょっとこう何ちょっと私のこと外にね追いやってみたいな、なんか私にもできることはあるんじゃないですか、ありませんか、やりましょうかみたいなこともあると思うんですよ。あとは気になる男性に、私にできることありませんかと言って、それは責めてる女の人だよ、だいぶ責めてるよ。男の人でも好きな女の人に言うの、きっかけ作りですよ。なるほどね、そういう恋の要素も絡んでる数字かもしれません。さあさて本日のパレコットセミナーのゲストは、そんなね男女の話にはおそらく無縁ロックバンド忘れらんねえよ柴田さんが登場いたします。それでは本部長、そろそろ会議の時間です。皆さん今週1週間お疲れ様でした。今週良かった人も悪かった人も週末を良い日にするためにアフター会議を始めます。パレコホットセミナー、スカイロケットカンパニーパルコホットセミナー、パルコの提供でお送りします。スカイロケットカンパニーパルコホットセミナー、本日の特別講師は忘れらんねえよ柴田隆弘さんです。こちらです、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでなんとですね、この番組には7回目の来社、しつこいですね僕。いやたくさん来ていただきまして、はい、ありがとうございます。でただですね7回、はい来てるんですけども、はい、1年ぶりということでだいぶ空きまして、ブランクが空きましたね。そうですね、はい、前はそれこそパルコのスタジオのところで、渋谷の、はい、そうあの華やかなところでお客さんもこう外から見てるから、ね、はい、はい、その時に渋谷で一緒に飲ませてもらったりとかも、ああはい、ガード下のとこでありましたし、で先日僕はあの、はい、NHK さんでピースの又吉君と、はい、あの不定期で番組やらせてもらってて、そこにゲストで柴田さん来て、はい、終わりで飲みに行こうっつって飲みに行ったんですけど、はい、すいませんでした。まあ NHK の方にですね暴言を吐くもうやばい、しかも俺今日それ知りました、記憶飛んでて。あ、覚えてなかったですか。そう覚えてなくて、確かにショートカットの可愛らしい人でね、そうちょっと笑ったとこがあの、はい、のんちゃんにちょっと似てて、ぶっちゃけめっちゃ好みだったんですよ打ち合わせの時から、うん、で酔い始めてなんかその方への質問が増えてきて、はい、あれ柴田さん
NHK の社員さんのことをちょっと可愛いと思ってませんみたいな、いやタイプですよっていうから気持ち悪い。で僕がいやこの方結婚なさってますよ、はい、って言ったらそっから手のひら変わって、はい、おいクソブスと、もうそれ作り話ですよね、はい、いや本当です、それフィクションですよね。だから先ほどもね、はい、こう忘れらんねえの柴さんと一緒に来てるスタッフの方も言ってましたけど、はいはい、もう NHK 朝一出れないですその方が朝一のディレクターでもあってマジでまずいところをもうダメです、それなんでもう腹くくって、はいはい、東京編一本に絞ってください。でも俺ミネタさんみたいにその朝ドラに似てるみたいなとこまで行きたいんですけどアーティストじゃないドラマでドラマでアーティストじゃなくて、なんかいい感じの役者でなんかいい楽役で出るみたいなのとか目指して僕がじゃなんか力になれることがあればぜひ、ちょっと本当に謝りたいんで、じゃあそういう機会を、はい、持っていただけると、そういう、ですね、本当クソのようなクソカスのようないやクソカスもさあということで金曜日にこのコーナー引っ越ししまして、はい、金曜日になってからは柴田さん初めてなので、はい、うちの秘書からプロフィール紹介させていただきます。お願いします。2008年結成の2ピースバンド忘れらんねえよ。パンクロック由来の豪音の中で歌われる甘いメロディーと不器用を絵に描いたような言葉が武器。今年4月には日比谷野音でのワンマンライブを大盛況させたばかり。そして9月20日におよそ2年ぶりとなるオリジナルフルアルバム僕にできることはないかなをリリースされます。いただいたのは忘れらんねえよのですね4枚目のアルバム、9月20日にリリースになる僕にできることはないかなの我が番組のディレクターさんが作らせていただきましたダイジェスト版。これめっちゃかっこいいっすね。これねサプライズでディレクターさんが頑張って作って、はい、本番前も僕らだけ聞いてねこれ流れますんでって言ってんのに、はいはい、柴田さんがなかなか本番前ヘッドホンつけないからもうディレクターさんがもうよくわからない感じですいませんヘッドホンつけてもらっていいですか。柴田さんはいや俺ヘッドホンなるべくつけない方がいい、そうじゃなくて BGM とかも流れるんで、いや確かにその言い訳も弱い、ディレクターさんの BGM が流れるんでヘッドホンつけてくれも弱い、俺もう笑いが止まらなくてさねえサプライズをしようとしてるヘッドホンつけて欲しかったんですようちの番組は。いやこれすごくないですか、これがあったから超かっこよかったどうでしたか。いやこれ、うん、アルバムの曲順でつなげてないじゃないですか、はい、一瞬そうかなと思ったんですけども、はい、そうじゃなかったと。オリジナルのつなぎというか曲順も、はい、そのばらけてつなげてあるから、はい、多分めっちゃ時間かかってると思うんですよねこれ作るの、うん、はい、だからヘッドホンつけてくれっていう。そうですね。しかも俺片耳しかつけてないから両耳でつければよかった、すいません。うまくいかない、久しぶりに全然うまくいかない感じ見てたな目の前ででもめっちゃ嬉しいし、これ聞いた人絶対かっこいいと思ってると思う。ありがとうございます、はいはい、すごい嬉しいです、本当嬉しい。でもうちのスタッフさんがここまでしたというのはおそらくアルバムを聴いた上でかっこいいし、それをどうにかして時間内で1曲しか今日かけれないんで、それじゃもったいないということの気持ちで多分交差したのはこのアルバムの持ってるパワーだと思います。いやーでもこんなことある、すごいな。いや僕らも、はい、あのティザー音源を作ったんですよ、それはアルバムの曲順で作って、はい、でもやっぱそれってなかなか難しいんですよね、うん、そのなんつうか勢いが作りにくいというか、はい、まあ部分部分を切り張りになっちゃうんで、うん、むずいなーと思ってて、でも今聞かさせてもらったのマジで本当にかっこよかった、はい、それ使いたいなって今ちょっと思いました。使っていいですか。もちろんタダじゃないですけど。あ、そうか。そこはじゃあ後で事務所同士が。はい。僕は1円も払いませんけど。はい、僕は一切払わない。事務所の人は払うんで。はい。あいつらが払うんで。あいつらっていうの、はい、あいつらっていうんじゃないよ。クソカスなんで僕。クソなんで。今のところクソの要素しかないですけど。まるで好きになれないですよね。これ聞いてる皆さん。いや、ただね、柴田さんはやっぱ人間臭い。言ってましたよ、この間飲んでね。壁にもたれかかってね。はい、クソブスって言いながらもう、女の人指さして寝てましたから、どういう力の、どういう関節してんだろう、指さしたまま寝てましたから。固定したまま。その様を見て、ピース又吉くんが、初めて飲んだわけじゃないですか。僕は柴田さん知ってたけど、又吉は初めてで、柴田さんって本当人間臭いくていい人ですねっていう。いやー、それ又吉さんも優しいですね。普通嫌いになりますよね。いやいや、全然本当に気持ちいいって言ってましたよ。そうですか。だから、火花劇場柴田と三部作が、柴田次
知らなかった作品にしてもらえますか。おそらくよ金取ろうそれ。えそれは金取っていいね。金取っていいっすよね。印税屋の一般やめろ金の話さっきからすいません金金すいません金欲しいんですすいません金じゃないでしょ歌ってることは、うん、いやもう金じゃないはいこれでもいい作品が本当できて超自信作っすね。志村さん、はい、こっちが言うから自分から言わなくて大丈夫ですか。超いい作品ですねって今から言いますから、はい、大丈夫です。はい、志村さん、はい、超いい作品できましたね。やばい。やった。いやでも本当に思いました、はい。ありがとうございます。で、もう何がどの曲がって言ったら僕はでもやっぱこう。はい大きく、うん、この間花火も聴かせてもらいましたし、はいはい、花火改めて聴いていい曲だったし、はい、あと僕はやっぱ喝采、はい、と東京わそれ結構挙げられる方多いです。花火喝采東京3つが好きだっていう人多いです、はいうん、でこのねアルバムで聞くと喝采っていうのは例えばこうね、はい、まあ歌い出しで言ったらボクシング死ぬ気で練習して、うんけどもどっちかが勝ってどっちかが負けると、うん、で負けた側にも喝采があっていいじゃないかとんで、うん、でまあ歌進んでって僕にも喝采が欲しいんで僕にもくれって言ってるんだけど最後の最後は君に喝采をあげるよという、はい、その喝采という僕はねそのなんか流れもでなんかこう他の人だったらやっぱ恥ずかしくて言いづらい、はい、情けない部分をダイレクトに言葉にしててで俺は柴田さんらしいなと思ったのはその喝采の後にすぐ死ね死ね死ねって歌が入るあたりこの辺がねやっぱもう照れ隠しアルバムですよそれマジで照れ隠しで入れたんですよ。俺はニヤニヤしながら聞いてました。だから死ね死ねが全然死ね死ねにならないそうなんか喝采ってやっぱシリアスな歌なんで、うんはいその後にまたシリアスな曲並べるとちょっとなんかカッコつけてるって思われるなと思ってやっぱこう自分を茶化したくなるんですよね、はい、で死ね死ね死ねっていうもうすごいファンクソング入れたんですけど、はい、でその後にね後半にまた今度、はい、これ曲順とか今喋っちゃってるけど大丈夫ですか。大丈夫です。あの東京という曲が入って、はい、東京もねやっぱグッとくるんですよ、うん、でそれが僕はこの曲が最後でいいじゃないかと思ってたんですけど、うんうん、最後にもう一曲、はい、明日とかどうでもいいっていう曲が入ってくるから、うん、また照れ隠ししてなんて思ってたら、うん、今度はいい意味の裏切りで照れ隠しなのかもしれないけど、うん、そこでは収まらない、うんうんうん、本当にこのアルバムの最後として、うん、なんだったらもっと大きなテーマとして言って、うん、なんかもう明日終わるかもしれないけど、うん、全てがどうでもいいんだっていう、うん、だからなんか僕はすごく気持ち良かったし、うん、パワーもらいました、はい、いろいろありがとうございます。でもやっぱ流れで聞いてくださってこういう感想をもらえてるのが嬉しくて、うん、なんかまあ今時もアルバム文化ってちょっと死にかけてるじゃないですか。なんかね1曲ずつダウンロードして聞いたりもするし、うん、そうそうそう、うん、で俺全然それありだと思うし自分も割とそういう聞き方するんですけど、はい、このアルバムは本当に1から最後まで順に聞いた時に初めてこう湧き上がってくるフィーリングみたいなのが確かにあって、はい、それはねすごい気持ちいいものが作れたんですよね、うんうん、それはもう自分でも作れたしという、はい、じゃあもうこれが世に出るのが本当に楽しみと楽しみだしでやっぱもうモヤモヤするこれ本当聞いてほしいなって思うんですけど、うん、だから目標はもう1億2000万枚なんですよね。なるほど。もう本当全員に聞いてほしくて目標売り上げ枚数、はい、1億2000万枚、はい、いいですね。確かにあんまりそれ言ってないですね誰も。ああまあそうですね、初めて聞いたかもしれないですけど、まあそんな行くわけないですからね。行くわけなくても、はい、いや言ってってほしいです。行きましょうよ。そのアルバムがね、はい、今度出ますけど、はい、この曲から始まります。はい、お聴きいただいたのは2年ぶり忘れらんねえよのフルアルバムでございます。9月20日に発売になります。僕にできることはないかなの中からですね、花火、この曲から始まりますって言っちゃいましたけど大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。この曲で始まることに結構意味があります、うん、あ、うん、どういった意味が。結構アルバムってその誰か一人主人公がいてそいつが主語で喋ってる物語なんですけど、はい、そいつがその主語の人間がこういう人間であるっていう、こういうところから自分の人生をスタートさせてるみたいなことをこの花火って歌歌ってるんで。めっちゃ良くて花火もね。ありがとうございます。ただ聴いてくうちに、うん、
今年の夏って、はい、雨で花火大会中止とかになったこと多かったです、ね、その時に SNS にリア充ざまとかっていう、はいね、結構広めの文言がいっぱい並んでたんだけど、うん、あれ柴田さんだったんじゃねえかなっていう風に。いやー俺はそんな表立っては書かないし言わないよ。誰よりも表立ってるから歌にしてんだから。でもこれはリア充ざまじゃないじゃないですもんね。どっちかって言ったらもっとこ一人で受け止めてる、はい、ちょっと離れたところで、そうなんです、寂しさを考えたり妄想したりという、そういけない自分に対して、うん、最初は情けないな俺って思うんですけど、でもそんな自分にしか見えない景色があるんじゃないか、はい、うん、でもっと言うと自分が花火みたいになっていつか自分のことをそのまあ振った、うん、でも未だに大好きな女性が花火になった自分を見てくれてちょっとでも気持ちが救われたら俺はいいんだっていう、うん、なんかそういう歌なんですよね。リア充ざまって全く思わないかって言ったら思いますよ。思いも、だって他の曲だったらね、はい、そんな歌ってるとこは歌ってますね。死ね死ね死ねって歌ってますからね。そういう人たちに対して散々50回ぐらいやってるでしょ、一曲の中。さあ、ということで本日は忘れらんねえよ柴田隆弘さんをお迎えしておりますけども、はい、だいぶ喋ってしまいました、はい、改めて秘書の方からお知らせさせていただきます。はい、忘れらんねえよのニューアルバム僕にできることはないかなは9月20日水曜日のリリースです。また9月26日火曜日から忘れらんねえよが敬愛してやまない先輩友達後輩を招いて行われるツーマンイベントツレデンツアー2017を開催します。詳しくはオフィシャルサイトをぜひチェックしてください。それでは最後にリスナー社員に一言いただきたいです。はい、今日聞いてくださって本当にありがとうございます。マジで自分の人生を変える気がします。今回のアルバムって本当にもう聴いてほしくてたまんなくて、もうどれか1曲でもいいんでとにかく触れてもらえると俺はもう本当に嬉しいです。よろしくお願いします。本日の特別講師は忘れらんねえよ柴田隆弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 Sky Rocket Company 80 Point Love on Tokyo FM。大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。この曲で始まることに、うん、結構意味があります。お、うん、どういった意味が？結構アルバムってその誰か一人主人公がいてそいつが主語で喋ってる物語なんですけど、はい、そいつがその主語の人間がこういう人間であるっていう、こういうところから自分の人生をスタートさせてるみたいなことをこの花火って歌ってるんで、めっちゃ良くて花火もね。ありがとうございます。ただ聞いてくうちに、うん、今年の夏って、はい、雨で花火大会中止とかになったこと多かったです、ね、その時に SNS にリア充ざまとかっていう、はいね、結構広めの文言がいっぱい並んでたんだけど、うん、あれ柴田さんだったんじゃねえかなっていう風に。いやー俺はそんな表立っては書かないし言わないよ。誰よりも表立ってるから歌にしてんだから。でもこれはリア充ざまじゃないですもんね。じゃないですもんね。どっちかって言ったらもっとこ一人で受け止めてる、はい、ちょっと離れたところで、そうなんです、寂しさを考えたり妄想したりという、そういけない自分に対して、うん、最初は情けないな俺って思うんですけど、でもそんな自分にしか見えない景色があるんじゃないか、はい、うん、でもっと言うと自分が花火みたいになっていつか自分のことをそのまあ振った、うん、でも未だに大好きな女性が花火になった自分を見てくれてちょっとでも気持ちが救われたら俺はいいんだっていう、うん、なんかそういう歌なんですよね。リア充ざまって全く思わないかって言ったら思いますよ。思いも、だって他の曲だったらね、はい、そんな歌ってるとこは歌ってますね。死ね死ね死ねって歌ってますからね。そういう人たちに対して散々50回ぐらいやってるでしょ、一曲の中。さあ、ということで本日は忘れらんねえよ柴田隆弘さんをお迎えしておりますけども、はい、だいぶ喋ってしまいました、はい、改めて秘書の方からお知らせさせていただきます。はい、
忘れらんねえよのニューアルバム「僕にできることはないかな」は9月20日水曜日のリリースです。また9月26日火曜日から忘れらんねえよが敬愛してやまない先輩友達後輩を招いて行われるツーマンイベント「つれでんツアー2017」を開催します。詳しくはオフィシャルサイトをぜひチェックしてください。それでは最後にリスナー社員に一言いただきたいです。はい、今日聞いてくださって本当にありがとうございます。マジで自分の人生を変える気がします。今回のアルバムって本当にもう聞いてほしくてたまんなくて、もうどれか一曲でもいいんでとにかく触れてもらえると俺はもう本当に嬉しいです。よろしくお願いします。本日の特別講師は忘れらんねえよ柴田貴弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 Sky Rocket Company 80 Point Love on Tokyo FM。まして、ブランクが来ましたね。そうですね、はい、前はそれこそパルコのスタジオのところで、渋谷の、はい、そう、あの華やかなところでお客さんもこう外から見てる、ね、はい、はい、その時に渋谷で一緒に飲ませてもらったりとかも、あ、はい、ガード下のところでありましたし、で先日僕は、はい、NHK さんでピースの又吉君と、はい、不定期で番組やらせてもらってて、そこにゲストで柴田さん来て、はい、終わりで飲みに行こうっつって飲みに行ったんですけど、はい、すいませんでした。まあ NHK の方にですね暴言を吐く。もうやばい。しかも俺今日それ知りました。記憶飛んでて。あ、覚えてなかったですか。そう、覚えてなくて。確かにショートカットの可愛らしい人でね、そう、ちょっと笑ったとこがのんちゃんにちょっと似てて、はい、ぶっちゃけめっちゃ好みだったんですよ打ち合わせの時から、うん、で酔い始めて、なんかその方への質問が増えてきて、はい、あれ柴田さん、NHK の社員さんのことちょっと可愛いと思ってません、みたいな。いや、タイプですよっていうから気持ち悪で、僕がいや、この方結婚なさってますよ、はい、って言ったら、そっから手のひら変わって、はい、おい、クソブスと、もう作り話ですよね、はい、いや本当です。それフィクションですよね。だから先ほどもね、はい、こう忘れらんねえの柴さんと一緒に来てるスタッフの方も言ってましたけど、はいはい、もう NHK 朝一出れないですそう、その方が朝一のディレクターでもあってマジでまずいところを、もうダメです。それなんでもう腹くくって、はいはい、東京編一本に絞ってください。でも俺ミネタさんみたいにその朝ドラに似てるみたいなとこまで行きたいんですけどアーティストじゃない、ドラマで、ドラマでアーティストじゃなくて、なんかいい感じの役者で、なんかいい楽器役で出るみたいなのとか目指して僕がじゃなんか力になれることがあればぜひ、ちょっと本当に謝りたいんで、じゃあ俺そういう機会を、はい、持っていただける、そういう、ですね、本当クソのような仕事です。クソカスのような、いや、クソカスすもんですさあ、ということで金曜日にこのコーナー引っ越ししまして、はい、金曜日になってからは柴田さん初めてなので、はい、うちの秘書からプロフィール紹介させていただきます。お願いします。2008年結成の2ピースバンド忘れらんねえよ。パンクロック由来の豪音の中で歌われる甘いメロディーと不器用を絵に描いたような言葉が武器。今年4月には日比谷野音でのワンマンライブを大盛況させたばかり。そして9月20日におよそ2年ぶりとなるオリジナルフルアルバム僕にできることはないかなをリリースされます。いただいたのは忘れらんねえよのですね4枚目のアルバム、9月20日にリリースになる僕にできることはないかなの我が番組のディレクターさんが作らせていただきましたダイジェスト版。これめっちゃかっこいいっすね。これね、サプライズでディレクターさんが頑張って作って、はい、本番前も僕らだけ聞いてね、これ流れますんでって言ってんのに、柴田さんがなかなか、そう、あるわ、じゃあ俺も。さあ、ということで一体どんな結果になったのか、アンケート結果がこちら。仕事で、私にできることはありませんか?と聞いたことありますか?ある75%、ない25%。親切心半分、でも自分の帰りたいとかね、確かにね。あとはなんかこう、なんかやっぱり何かしらの自分の欲が絡んでみたいな人がもしかしたらこれ 50% ぐらいいるかもしれませんけども。でも、ある方が4人に3人。75%、多いですね。私にできることはありませんか。なんかいい言葉ですね。私にできることありませんか、うん、なんかこう言えば言うほどいい感じですけど、男性だとね 67% なんですけど、なんと女性は 89%、 あ、約9割の方が、でもこれはいろんなシチュエーションがあって、もしかしたら女性だからということで、うん、はい、
こう何かね少し蚊帳の外じゃないけど、はい、男だけでやってて女性からしたらちょっとこう何ちょっと私のこと外に、ね、うん、追いやってみたいな、なんか私にもできることはあるんじゃないですか、うん、ありませんかやりましょうかみたいなこともあると思うんですよ。あとは気になる男性に私にできることありませんかと言って、それは攻めてる女の人だよ。だいぶ攻めてるよ。男の人でも好きな女の人に言うのきっかけ作りですよ。なるほどね、うん、そういう恋の要素も絡んでる数字かもしれません。さあさて本日のパレコットセミナーのゲストは、そんなね男女の話にはおそらく無縁ロックバンド忘れらんねえよ柴田さんが登場いたします。それでは本部長そろそろ会議の時間です。皆さん今週1週間お疲れ様でした。今週良かった人も悪かった人も週末を良い日にするためにアフター会議を始めます。パレコホットセミナースカイロケットカンパニーパルコホットセミナー、パルコの提供でお送りします。スカイロケットカンパニーパルコホットセミナー、本日の特別講師は忘れらんねえよ柴田隆弘さんです。こちらです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでなんとですねこの番組には7回目の来社、はい、しつこいですね僕。いやたくさん来ていただきまして、はい、ありがとうございます。でただですね7回、はい来てるんですけども、はい、1年ぶりということでだいぶ空きましてブランクが空きましたね。そうですね、はい、前はそれこそパルコのスタジオのところで渋谷の、はい、そうあの華やかなところでお客さんもこう外から見てるみたいな、ね、はい、はい、その時に渋谷で一緒に飲ませてもらったりとかもああはいガード下のところでありましたし、で先日僕はあの、はい、NHK さんでピースの又吉くんと、はい、あの不定期で番組やらせてもらってて、そこにゲストで柴田さん来て、はい、終わりで飲みに行こうっつって飲みに行ったんですけど、はい、すいませんでした、ま、今日それ知りました。記憶飛んでてあ覚えてなかったですか。そう覚えてなくて、確かにショートカットの可愛らしい人でね、そうちょっと笑ったとこがあの、はい、のんちゃんにちょっと似ててぶっちゃけめっちゃ好みだったんですよ。打ち合わせの時から、うんうん、で酔い始めてなんかその方への質問が増えてきて、はい、あれ柴田さんNHK の社員さんのことちょっと可愛いと思ってませんみたいな、いやタイプですよっていうから気持ち悪い。で僕がいやこの方結婚なさってますよ、はい、って言ったらそっから手のひら変わって、はい、おいクソブスともう、それ作り話ですよね、はい、いや本当ですそれフィクションですよね。だから先ほどもね、はい、こう忘れらんねえの柴さんと一緒に来てるスタッフの方も言ってましたけど、はいはい、もう NHK 朝一出れないですそう、その方が朝一のディレクターでもあってマジでまずいところもうダメです。それなんでもう腹くくって、はいはい、東京編一本に絞ってください。でも俺ミネタさんみたいにその朝ドラに似てるみたいなとこまで行きたいんですけどアーティストじゃないドラマでドラマでアーティストじゃなくてなんかいい感じの役者でなんかいい楽器役で出るみたいなのとか目指して僕がじゃなんか力になれることがあればぜひ、ね、ちょっと本当に謝りたいんでじゃあ俺そういう機会を持っていただけるそういう、はい、ですね本当クソのような柴田さんです。クソカスのようないやクソカスっすもんですさあということで金曜日にこのコーナー引っ越ししまして、はい、金曜日になってからは柴田さん初めてなので、はい、うちの秘書からプロフィール紹介させていただきます。お願いします。2008年結成の2ピースバンド忘れらんねえよ。パンクロック由来の豪音の中で歌われる甘いメロディーと不器用を絵に描いたような言葉が武器。今年4月には日比谷野音でのワンマンライブを大盛況させたばかり。そして9月20日におよそ2年ぶりとなるオリジナルフルアルバム僕にできることはないかなをリリースされます。いただいたのは忘れらんねえよのですね4枚目のアルバム、9月20日にリリースになる僕にできることはないかなの我が番組のディレクターさんが作らせていただきましたダイジェスト版。これめっちゃかっこいいっすね。これねサプライズでディレクターさんが頑張って作って、はい、本番前も僕らだけ聞いてねこれ流れますんでって言ってんのに、はいはい、柴田さんがなかなか本番前ヘッドホンつけないからもうディレクターさんがもうよくわからない感じですいませんヘッドホンつけてもらっていいですか。柴田さんはいや俺ヘッドホンなるべくつけない方がいいそうじゃなくて BGM とかも流れるんでいや確かにその言い訳も弱いディレクターさんの BGM が流れるんでヘッドホンつけてくれも弱い俺もう笑いが止まらなくてさサプライズがねサプライズをしようとしてるヘッドホンつけて欲しかったんですようちの番組はこれすごくないですか。これがあったから超かっこよかったどうでしたか。いやこれ、うん、アルバム